私のチャンネルへようこそ JBN1View。 未来を楽しみにしていると思う20歳未満のジョニーの才能は誰ですか？3人登場。将来が楽しみだと思う20代以下のジャニーズタレントは水？20代以下のジャニーズタレントから3人を紹介しました。あなたが将来が楽しみだと思う20代以下のジャニーズタレントは誰でしょうか？西畑大我。西畑大吾さんは2021年に CD デビューを飾ったなにわ男子のメンバーです。トークスキルが高く、番組やステージ上では進行役を務めることが多く、メンバーのツッコミも冴えていると高い評価を得ています。演技力も抜群で、NHK の連続テレビ小説、ごちそうさん、朝が来たの2作品に出演。東山紀之さんが主演する時代劇、必殺仕事人では、絵師の蔡さんを演じ、キング、リンチェプリンス、岸優太さんと兄弟という役柄で注目を集めましたが、各方面に才能を発揮し、マルチに活躍する西畑さんは、間違いなく令和の注目株ですね。松村北斗さんは、2020年に CD デビューした、シクストーンズのメンバーです。これまで多くの映像作品に俳優として出演しており、2018年の映画、坂道のアポロンでは松岡星子役、2021年には NHK の連続テレビ小説、カムカムエヴリバディではヒロインの夫である木地新年を熱演し、木地新が戦死した際には SNSA で、ミノルさんロスの声が続出するなど、お茶の間にも広く認知されています。2022年春のドラマ、恋なんて本気でやってどうするの？では女性を翻弄する役柄を演じ、その幅広い演技が話題に。爽やかで端正なルックスだけでなく、演技力にも定評があることから、今後ますます活躍の場が増えそうですよね。平野紫耀さんは2018年に CD デビューを飾ったキング・リンチェプリンスメンバーでステップス。地元名古屋にいた頃にダンスを始め、ジャニーズ事務所にはオーディションなしで入所したという逸材。入所後は人前に出る前にもっとダンススキルを磨きたいとの思いから、あえて活動機会が限られる関西ジャニーズ JR の道を選んだというエピソードがよく知られていますよね。ジャニーズ JR 時代から頭角を現し、キング、リンチェプリンス、前身であるミスターキングメンバーに選出され、多くのステージを経験してきましたが、圧倒的な存在感と美しいルックスでアイドルの王道を歩みつつ、主演映画かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からが大ヒットするなど、役者としても活躍しています。天然な人柄でバラエティ番組でも大人気ですよね。これまでに数々の男性アイドルを世に送り出してきたジャニーズ事務所。フレッシュな新人が出てくると活躍を期待したくなりますよね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。